一つ。はい、超えるよ。今日はこちらにね行こうかなと。またリベンジなんですけど、1000円で食べれる企画をちょっとやろうかなと思います。佐藤精肉店、もう究極にお腹が減ってて、もうちょっとこちらに今日は行こう。テイクアウトでなんかその鍋とかももつ鍋セットみたいなのもあったみたいな、できたみたいな。ないメニューがある。2つ絶対超えるよな。あ、あとトロトロってオーバーするから絶対。いや、分かんない。2だね。もつ鍋のやつ。以上で。じゃあこれで。もういいんだよ。これでどれぐらいなの？だけでお会計が、これ絶対超えると思って、持ってびっくりしました。これです、2人合わせて、ね、これですよ、お会計。もう1000円以内でいただける。いや、しかもこの量は、まあ、もちろん、ランチとか、まあ、安いやつあるけど、またそれとはまた違ったね。これね、鬼レベルでいいっすね。ただしちょんちょんちょんといっちゃうということ。このこれ、なんか正しい焼き方あると思うんだけど、ちょっともう普通にいつも通りでやらせてください。これね、佐藤精肉店のなんか鶏肉もね、美味しいということで評判高いよね。よいしょ。このご飯の硬さが好きで、なんか焼肉に合うなんか硬さっていうか、美味しいですね、ご飯も。いや、絶対またご飯注文するんだろうな。これが豚トロです、ね、これ豚トロで、これが豚バラ。そうだね。で、これがやりね、これが美味しいですね。早速ちょっといただきましょうか。出来上がってますか。これね、どうやって食べようかな。最初にもう思ってつけて、つけて、でもここで、トロもね、ここにつけて、美味しい食べ方かな、これ。ちょん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 、いただきます。
めっちゃうめえよこれ。ナイス。うん。鶏肉ね。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これいただきましょうか。ニンニクつけていただく。うまいんだよな。お片付けしないで。何よそれ。皆様ご視聴お疲れ様です。今回は佐藤精肉直売所に行ってきました。店内飲食が可能であり低価格で美味しくいただける場所です。お持ち帰りの特別コースもありますのでぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。